も力を入れないで、そういうことだそうです。いいですね。これは伸ばしておきます。でまた上げて1、2、3でポコンと、でポコン、はい、いいです。で3回ぐらい呼吸したら1回起きてもらいましょうかね。じわーっと、はい、いいですよ。それでここでさっきやったのと同じように首の横倒しと、それから振り向きをやって首の状態が良くなっているかどうかっていうのを確認するんです。どんな感じです？上下は違いますよ。横で横にこう倒すのと振り返りを確認する。1回で取れなかったら明日またやれないんです。今日やらなくてもいい。いいです。で今度はですね、下にこう曲げるのと上を見上げるのとどっちが辛いかを覚えていた。どっちが辛いです？分かります？楽になりました。そうですか。はい、それで、これちょっと一回やってみましょうね。で前にあの曲げるのが辛いか俺が辛いかを確認しておきますね。それでビデオでやってたのは手のひらを広げて、で内側につけます。顎を上げて、で胸を反らしてブレッジする。で肩甲骨を内にギュッと入れます。で足をハイクス、こうかかとをギュッと曲げて、でそのままこうやって10センチから20センチの間ぐらいギューッ力を入れてボドンと力を抜くという、これは1回だけなんですね。もうやってしまう。